リバティ島にやってきました。自由の女神です。今日のニューヨークは晴れたり曇ったり小雪が舞ったりと天気が目まぐるしく変わってますけども、今は晴れてますし青空です。今回も青空の自由の女神を見ることができました。で、今日なんですけども、僕予約せずに実はリバティ島に来たんですけども、観光客の方がやっぱり少ないのかな。まあ、オフシーズンだからかもしれませんけども、やっぱり コロナウイルスの影響っていうのは出てるのかもしれませんけども、ちょっと少ないような気もします。まあ、僕としてはですね、ニューヨークへ来ると必ず自由の女神だけはですね、足を運んでいまして、まあ、今回も、青空の下で、自由の女神を見ることができました。動画をご覧いただきまして、どうもありがとうございました。これで心置きなく日本に帰ることができます。それでは、失礼いたします。